あ、オッケーオッケーオッケー。その緑はまだ見つかってませんよ。やったあれ見つかった。演劇集団青の会 YouTube チャンネル高橋です。ういということで、今週も青にオンラインやっていきたいと思います。ということで、今週はですね、コラボの試練というのが始まりまして、それをやっていきたいと思います。ですね、最強青鬼の挑戦ということで、ヒカキンさんの要塞が現れております。で、このヒカキンさんの要塞をクリアしていくと、ヒカキンさんのキャラがいただけるそうなんですよ。早速やっていきたいと思います。そして、青チケがないので、まず青チケからゲットしていきたいと思います。宝箱を開けていきたいと思います。はい、青銭二つ目、もう青銭からの三つ目でゲットしましたので、では貴重な一枚使っていきたいと思います。レッツゴー。イエイ。ヒカキン鬼が出現。バルブを解除して扉から逃げよう。バルブ新しい面だね。はい、参りましょう。行き止まり難しくないですか、ここ。ちょっと周りが全然見えないんですけど。新しい、おー、銅像がある。ん、向こうに行けということ。いや、でも一応逃げ場所を確保しないといけないのでね。とりあえず周りを見ましょう。はい、こっちに行けということなのかな、銅像的には。ヒカキンさんが教えてくれてる感じ。そういうことそういう、どう、ちょっと、あ、オッケー。その緑はまだ見つかってませんよ。やったあれ見つかった。早くないですか？え？ちょっとチャレンジ終了。マジで？そんなんある？じゃあせっかくだから。ガチャとか引いときます。クリスマスバージョンのガチャが出ているらしいんですよ。切り替えてガチャで。はい、ブラッククリスマスということで、ガチャが1回引けます。引いちゃいますか、せっかくなんで。はい、ということで、スタート。うい、望遠鏡少年、新しいの出ました。いや、でもクリスマスが欲しいんです。クリスマス来い。クリスマス。やった、クリスマス。もう終わっちゃうから、ちょっとクリスマス限定キャラ来てください。ちょっとちょいちょい。来ませんでした。来ませんでしたけど、クリスマスさえ。ちょっと。今回は、ガチャも来ないし、コラボの試練も一回しかできませんでしたか。また来年。動画にコメントいただいています。ありがとうございます。マイクラ、ひたすら時間がかかりそうなゲームやね。くじけず頑張ってほしいですね。ということで、ありがとうございます、マイクラのご視聴。そして、マイクラはですね、先週か、YouTube 自体のマイクラの超回再生ということで、マイクラを、3回かなさせていただきました。本当に YouTube さん、マインクラフトさん、
1兆回再生おめでとうございます。はい、ということでちょっとねそれに刺激を受けまして、3回も先週しました。マイクラの、ゲーム実況配信ライブ配信をさせていただきまして、でやっと、先週ね前回までで、近くの村があったんですけど、村のこの松明を、つけてモンスターが村の中に入ってこないような形になりましたのでいよいよね次からは次のマイクラのゲーム実況させていただくときはマイホームを作っていきたいなと思っております。で今回ねそのマインクラフトにチャレンジしたいなと思ったのもですね、以前この青鬼 X とかでゲーム実況させていただいてたんですけど、そこから、もう一個ゲームちょっとチャレンジしようかなと思って、でライブで一緒にできるものがいいなと思って、でそこで選ばせていただいたのがマインクラフトなんですよ。でマインクラフトだといろんな遊び方があると思うんですけど、冒険に行ったりとか、それこそ建築とかお家を作ったりとかするのができるので、なんか一緒に冒険に出たりとか一緒に村とかお家を作っていったり皆さんと一緒にできたらいいなと思って、ご相談させていただきながらできたらいいなと思って、参加、ゲームのさせていただいております。で結構ですねやっぱり時間はかかるんですけど、なんか自分だけでせずに、一緒にその過程を楽しんでいただけたらいいなって思っております。で、ライブ配信なのでチャットでお話とかもしながらご相談させていただきながらしていこうかなと思っておりますので、ぜひマインクラフトの方にも遊びに来ていただけると嬉しゅうございます。今回で2021年の、ゲーム実況、青鬼オンラインは本日が最後になります。本当に、今年からね始めて2021年から始めて、実況ゲーム実況チャレンジさせていただいていたんいます。はい。で、今年2021年、今回が最後ということで、で、また来年からも引き続きチャレンジしていきたいと思いますので、ぜひぜひまた見ていただけると嬉しゅうございます。はい、コメント本当にありがとうございます。いただいたコメントはご紹介させていただきますので、ぜひぜひコメントいただけたら嬉しいです。演劇集団青の会 YouTube チャンネル、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。また来年。